はい、ありがとうございます。それでは、26? 次は7。7か、7人目。27人目。羊狩りさん前を。ニコ生で大喜利やっていた頃にプレトモ君もニコ生で大喜利やってて、あの名前だとかその回答とかすごいのをたくさん見てて、あ、すごい中学生高校生とかそのぐらいの子がいるんだっていうのを認識してて、でリアルで本当知り合えてめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、僕はそんな方に過去2回水をぶっかけておりました。本当にそれを謝罪をしたいなって今日やってまいりました。本当に申し訳ない、はい、今日、はい、全力でやることが少しでも償いになります。さあ、じゃあ、ケルトモさん、はい、はい、っていうことですね。本当に水を吹いて、はい、顔に食らう史上一番綺麗だったと思うんですよ。本当にそんなことがあったんです。あの恨みはまだあるんです。はい、ありがとうございます。さあ、ではこの2人のジャンルはこちら。どういうの、鈴木さん、どっちよ。でかい女。でかい女。わかりました。何ですかね、お題立ってバラケツ画像で一言。でかい。画像で一言。見やすいように一瞬これを、こんな感じのね、画像ですね。はい、あの、街に、上からかけてる。さあ、それではこれぐらいで見えるかな、大丈夫ですね。はい、それではこの画像で3分間スタート。街、上からね、こう。でかすぎるからね。でかすぎるよ、ちょっと雲の上から水かけてる。バケツかなんかでね。はい、チェルトモさん。なんかこんなことするなら、なんか水がない恵まれた地域とかに行ってやったらとか思うでしょ。あのね、私根が腐ってるからやりたくない。自覚はでかくて性格悪いな。羊狩りさん。休みの日は予報を狂わせているの。最悪だな。何が目的だ。せっかくの休みなのに。休みの日こそ、ね、みんなに迷惑をかけようと。あれの予報だからそう。で出てきたんだ。みんなが休みで土日でね、そう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 、行楽日和だって言って、ね、出てる。雨にしちゃいそう。暮らしてやる。え、どうだ。じゃあ、雑居ビルで飲んじゃらします。だいぶ迷惑かけてんな。さあ、1分15秒ぐらいが経過していますね。はい、初めて見たのドローマ、うん、初めて見たのですか。僕がドローって言ったんだけど、まあ、その前の時はなかったですね。はい、羊狩りさん。消えてしまう雲に植えた種、まるで私みたい。何言ってんの。これおしっこでやった時どんどん建物が錆びてってね。めちゃくちゃやめろ。でかい女がおしっこそう。でかいからって何してもいいから。おしっこはしていいだろ。おしっこを何かにかけんなって話。しかるべきところに。ジェンダー的に問題なんですね。そういうことだ。あくまででかいよな。そうですね、残り1分ぐらい。はい、残り40秒ぐらいかな。はい、ケルトモさん。私みたいなでかい女はこの町にふさわしくないでしょ。これだから役所の人間は。めんどくさいな。せめて優しくあってほしいな。残り15秒ぐらいです、はい。はい、あ、すみません。私こう見えても虹作りの匠。さあ、ここで時間が来ましたので、はい、ペンを置いてください。じゃあ、ペトモさん、この状態で今倒れたらこれ人災になるのかしら。そうかも。終了。さあ、それでは
よいしょ、取ります。さあ、それでは面白かった方にね、拍手をお願いいたします。それでは、向かって左、ペルトモさんが良かった方、拍手。コーラが、あ、そうですね、コーラがあります。さあ、残り3人か、3人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 、3